ねリップしか塗ってないんですけど、血色のなさな、リップしか塗ってないから、ここら辺真っ白だけど。おはよう。ちょっと遅めだけど、でもあれじゃないですか、土曜日っていうことはまあお仕事もお休みで、ちょうどちょっと遅くまで寝れる贅沢な朝みたいな感じなんじゃないですか皆さん。だけんちょうど今ぐらいに起きたって方もいらっしゃるんかなと思います。もうこんにちはだね、おはよう、こんにちは。かわいいさん、ありがとう。おー、ゆらかりむにだすやーね、夜やないかい。おはよう。そう、パンダでかいんだよ。斉藤さん、ありがとう。また来たぞ、ありがとう。昨夜面白かった、昨日は室並べありがとう。おー、ありがとうございます。今からお昼休憩、あら、お昼休憩早いね今日ね。そう、カラオケ配信し、なんかしたいってさ昨日の夜言ってたんだけど、昨日より室並べやったと、おありがとう対戦って言ってたんだけど、結果許可下りなくてできませんでしたっていうオチですね。はい、またいつかやりますね、みゆみゆさんとっていうのを報告です。ちょっと暑い、暖房つけたら、切ったら寒いんだけどね。津田ちゃんありがとう、うでんさんありがとう、プーマさんありがとう。そう、そういうことなんですよ、すまんね。でもいつか絶対やろうねって約束したから、みんな楽しみに待っててください。いつか絶対やるけん、ごめんね、ごめんね、それごめんね。チャーミーありがとう、お仕事頑張ってね、ごめんね、てか降りなくて、いつか絶対やるから待っててください。なんかピンクだね。そう、私の部屋はカーテンがピンクなので、太陽の光がピンク色になって私の部屋の中に入ってくるんですよ。よっ、これでちょっとは光がマシになったかな。お、マシになった、めっちゃ超白くなった。つらちゃんいいね、ありがとう、めちゃめちゃかわいい、ありがとうございます。誰とユニットできる方、それな、確かに、テモデモ、テモデモとかやりたいですね、お示しとかね、まあ、いつかステージでできたら一番嬉しいですけどね。またできるときにやろうねって話になったんですよ。のぎけんさんありがとう。パンダがピンクだった、めっちゃ光明るくなった。カーテンは開けるもんですね。メイクはリップしか塗ってないの。ピンクが似合うね。そうですか、ありがとうございます。怪しい雰囲気って言うな、私の部屋を怪しい雰囲気って言うな。猫舌ショールームよく見る。私めっちゃ面白いなって思ったのはあれです、あの村重さんと、あの村重さんと柏木さんと、あ、めっちゃ忘れちゃった、キュートのおかいさんの回見てました。ローマンティック恋の花咲く浮かれモードのやつ見てた。おはよう、いい感じの雰囲気って言うな。
すがすがしい雰囲気の方がいいやろ。そういうことだね。そう、48グループ以外の曲も歌えるからいいよね。そういえばね、あ、坂上公園、ナチタコありがとう。そういえばみんなと話したいことがあって、そう、ショールームのねフォロワーさんがですね、ありがたいことにやっと6000人をね突破したんですよ昨日。ありがとうございます。そう、ちょうどね昨日配信終わった後にこう見てたら、あ、6000人突破してると思って、なんか6000人記念で何かねやりたいなとは思うんですけど。バイトお疲れ様、ありがとうございます。おめでとう、コメントありがとう。何かね、何かをしようと思うんですけど、どうしようかな、何しようかなと。カラオケ配信は割と月1ぐらいでやってるので、お配信やってるので、あれだなと思って、今ちょうど6001人なんですよ。みんなフォロー外さないフォロー外さないでね、あの悪夢が蘇っちゃう。今6000人なので、誰もらったことは嫌な書いちゃった。おはよう、うるさん、ありがとう。その6000人記念配信で昨日フォローしてありがとう。何かしたいこととかあるかなと思って、みんなが、うるさん、ありがとう。コスプレ、コスプレがいいの、みんな、うるさん、ありがとう。俺がフォロー外せば6000人か、やめて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 、ほんとにやめて。何がいいですか、お絵かき配信。うるさん、タコありがとう。メンバー複数でのカラオケ配信。カラオケ配信って何ですか。カラオケ、カラカラカラオケ、おお。カラオケ食べる、食べないと思う。ゆうたとまきたほう、ありがとう。料理配信、おざます。タイガさん、ありがとう。最近可愛くなった、ありがとうございます。コスプレ配信と料理配信かな今のところは。制服、制服、パンダをお風呂に入れる配信、あ、したいね、確かに。絶対その顔面の方がいい。え、今日化粧口しかやってないんですけど、絶対やだ。ミユラッチさん、ありがとう。初見さん、 STU のゆらりんことゆらあかりです、ありがとうございます。ホタテさん、はつみさん、ありがとうございます。 STU のゆらりんです。バルーンアートは前やったんですよ、でも全然うまくできなかったんですよね。全然できなかったよバルーンアート、超失敗した。しょうやありがとう、とうとうありがとう。透明感半端ないです、みんなから。チャーミーありがとう、リンジありがとう。まあコスプレ配信が一番やりやすくて無難かなとも思うけど、どうなんやろ。
1000人記念コスプレ配信。コスプレしてるより配信、皆さん贅沢ですね。それはちょっと贅沢すぎやしません？あ、でもコスプレ配信はしようかな。昔の仲間配信はちょっと難しいですかね。メイド。オッケー、じゃあ6000人記念はコスプレ配信をしようかな。エプロン、エプロン、なべなべタコありがとう。え、何のコスプレにしようかな。なんて、何のコスプレにしようかな。おもろいやつ。制服。おしまいマンはどうやってもできやん。制服？制服？制服にしようかな。でもなんかね、かわいいね、メイドさんとかもあるの。なんか持ってたんだけど、それたまたまね、白石さん、あの乃木坂の白石さんがですね、着てたんですよね、私が持ってるやつ。どんなやつだったっけな。なんかストライプ柄のなんかね、メイドじゃないんだ、メイドカフェの店員みたいなやつとかも持ってるんですよね。なんかあの黒白のやつじゃなくって、なんか水色のやつで、どこにあるかな。一回着たことあるんですけど、それっきり着たことがない、めっちゃ可愛いやつがあって、それでもいいかなと思うんだけど、制服、制服はね、セーラー服を持ってないんですよね。チェックスカートの方しか持ってない。ポリスちゃんは持ってるよ。ポリスは一回だけやったことある配信で。ポリスでもいいけどね、どうしようかな、迷うね。何がいいかな。みんなポリスか、ピンクのメイドか、なんか水色のカフェ店員みたいなのか、制服だったらどれがいいですか？ゆうた、頭マークありがとう。あとポリスもある。ブレザーっていうか、なんか白シャツにチェックスカートみたいなやつしかね、持ってないんですよね。水色のカフェの店員って何？それよね。ちょっと待ってね、今画像探しとんやけどね、あれ来たのいつだったかいな。ちょっと待ってよ。なんかピンクのメイドみたいなやつ持ってるんですよ。それの写真はあるかなってよ。うわー、ちょっと昔すぎて出てこないな。なんて言ったって、私写真2万枚あるのでね、この中から見つけるのは至難の業なんですよ。ちょっと待ってくださいね。あ、見つかりそう、見つかりそう。ちょっと待ってね。なんかローソンの店員っぽい感じのやつだね。確かに言われてみれば。待ってよー。あ、出てきそう、出てきそう、出てきそうで出てこなかった。あら、あれいつ撮ったんだっけな。残念、出てきませんでした。ダメだ、出てこない。2万枚あるんですよ。
データ量は本当足りない足りない。一番でかいやつです。あ、もしかしたら待って。事故っちゃった。もういいや。枕が映っちゃった。危ないのは見えない。枕しかないですよ、座る用の。だってあるかもしれない、この中に。あ、出てきた、これだ。これなんか こういうやつ。これ白石麻衣さんもたまたま着てたんですよね、一緒のやつ。こういうやつ可愛くないですか。これ昔の私なんですけどね。これがそれだね。ちぃありがとう。ひでぽんありがとう。きよにありがとう。こんなのも持ってる。いっぱい持ってるんだよね。そうそう、なんか結構可愛い系のカフェ店員のやつみたいな。これ言うてでも1年2年前ぐらいじゃないですか。そんな前じゃない、1年半とか。これでもいいし、あとはもう一個、そう、これアンケート機能使おうか。チャーミーありがとう。全部着ればいいやん、全部着ればいいやん。全部着る。でもどうしようかな。いや、私制服配信はまだしたことないんですよね。なんかメイドとかやったことあるから、制服にしようかなと思ってるんだけど。制服配信でもいいですか。6000人記念ありがとう。チアガール持ってない。制服にしますね。じゃあ制服を着た。握手でさっきの着ていいよ。じゃあ今度の握手着ますね、いつか。ガンクロコギャル。こういう理想の女の子の朝を迎えたかった。そう、私もでもちょっとアイロンとかはしたよ、さすがに。化粧は口しかしてない。足ありがとう。じゃあ6000人記念配信は制服を着て配信しますね。なんでみんなさ、私が制服着るって言ったらさ、なんかギャル制服とかさ、マンバとかそっち系に走っちゃうわけ。普通に着させてよ。最近友達めっちゃフォローしてる。ありがとうございます。ぜひお友達さんにも紹介してね。伸びた。昨日のみゆみゆの電話は何だったの。あ、そう、みゆみゆさんから配信中に電話かかってきて、明日カラオケ配信一緒にしないって言ってくださったんですけど、結果そう、許可も下りずなしになりました。はじめまして、カズさんありがとう。 STU のゆらりんことゆらあかりです。
ありがとうございます。いつかやる、いつかリベンジします、もちろん。お、初見さん、ケントさん、ありがとうございます。 STU のゆらりんことゆらあかりです。遅かったからね、もう12時前ギリギリに言ったから。今日透明感ね、すっぴんだからかな、口しか。ソラが配信してる、見てみよう。おきちゃんいるし、ウケる。ミュラッチさん、嬉しい、ありがとう、思っとるけんね。そう、あかり、あかりはあの画数がいいやつ、画数がいいやつですね。うん、ゆらちゃん見てますよ。配信しながら見てますってコメントしよう。見てるよ。かわいい。これゆらさん見てるの。そうだよ。だけど空と。そう、夜中のインスタね、ちょっとだけ眠れないって言ってたから。見てるかな空。見てるかな。あ、見てますだって面白すぎる。普通に個人で話せやって感じような、わざわざ配信でせずに。みんな集合してるよドラさん。面白い。本人登場よ。ほんま、そら勉強してるの偉っ。そう、みんな集まってる。ドラさん。勉強どころじゃないよね、こんなんなったら。時代の進化だな。それじゃあ、そら勉強頑張ってね。バイ。はいよーはいよーってきたわ。それではコラボ終了です。うん、おお、カズさん、ありがとうございます。仲良し仲良し。なんかね、最近ね、普通に結構空とめっちゃ二人とかで話すようになった。なんか前まではそんなあんまり、なんか二人はなかったんだけど、五人でいることはよかったんだけど、あんまりなかったんだけど、最近全然ね、二人でめっちゃ話す。もうね、あれだよ、中学生だけどね、全然なんか大人だし、めっちゃ話しやすい。空は考えとかめっちゃしっかりしてるし、よっぽど私より。ゆらちゃん見てたらお腹空いてきた。どういう、どういうあれです。精神年齢高めだね。私が低いのもあるかもしれないけど。お、明日新潟行くんですね、いいな。誰が仲いいんかわからん。ドラさんはね、でも STU のドラさんは本当にね、なんか5人でめっちゃ仲いいですよ。うん、結構年齢バラバラなんですけど、
ソラ中3で、私19で、舞ちゃんも19で、オキちゃんも18で、アイポンが17で、ソラ中3でしょ。なんか結構年齢はねバラバラだけどね、みんな同じくらいのなんかもう精神年齢だからね、楽しいですよ。ソラちゃんはお料理しっかりしてる、間違いないね。私はちゃんともう朝ごはん食べましたから、今朝はパンとサラダと青汁を飲みました。そう、私青汁をね毎朝とね毎晩飲んでるんですよ。てかなんかお茶の代わりにいつも青汁を飲む人間なんですよね。健康的でしょ。青汁飲むんだよ私。お茶が可愛すぎて世界一愛していた、違います、ありがとう。見た目はギラちゃんが年下に見える。そう、なんかね青汁は夏はめっちゃ氷入れてめっちゃ冷たくして飲むんですけど、最近はもうホットです、お湯で飲んでます青汁。そう、私おばあちゃんみたいなね味覚なんですよ。梅昆布茶好きだし、梅昆布茶好き梅昆布茶好き、梅干し好き、昆布好き、青汁飲む。ホットな青汁はねもう緑茶ですよ。もう私緑茶だと思って飲んでる。だから日本茶、緑茶がめっちゃもともと好きで、煎茶とかがすごい好きで飲んでたんで、なんか青汁もお湯に溶かすともう本当に緑茶と何にも変わんないんですよ。だからめっちゃ飲みやすい、緑茶だと思ってね飲んでる。多分みんなも朝ごはんにこれあったかい緑茶だよって言われて出されても気づかないと思う。昔はそう、なんかおきちゃん課金アイテム投げてたの、やば。なんか昔は野菜生活を飲んでた時もあったんですけど、なんか野菜生活太るって聞いてカロリーもめっちゃあるからって言われて、それで怖くなってやめたんですよね。チャーミーありがとう。青汁美味しい、全然。卸売市場ってやるんですか、すごいですね。今日カラオケできなくなったんですよ、ごめんね。青汁ストレートで飲む、お湯かお水に溶かして。私牛乳が苦手なんですよね。そう、ホットミルクとか豆乳で混ぜたら美味しくなるよっていう風に言ってもらえるけど、私牛乳が苦手だからなと思って、なんか豆乳生活も、私結構いろんな生活試してて、豆乳生活もしたことあるし、サキイカダイエットもしたことあるし、結構なんかサラダダイエットもしたし、今なんかもうダイエットっていうより健康面考えて青汁って感じ。課金で同期の壇上に上がる気や。さすがリッチやな。何が一番効くの教えて。もう一番効いたのはサラダダイエットですね、間違いなく。サラダしか食べない生活してたんです。ドラフト決まってからお披露目の1ヶ月間で私サラダしか食べなくって4キロぐらい落ちたんですよ。今もう戻っちゃったけど。恭平ありがとう。サキイカというかスルメイカダイエットはねやったことあります。ただ周りがなんか周りに臭いって言われるからやめました。高校の時にやってたんですよ、スルメイカダイエット。でなんかお腹が空いた時に間食をお菓子とかにするんじゃなくてスルメイカを食べるみたいな、でなんかここの筋肉も使うから顔が痩せるみたいなあったけど、あんまり効果なかったですね。ナッパミンさんありがとう。初見さん STU のゆらりんことゆらくりです、ありがとうございます。初見そう、よく噛むからなんか痩せるって聞いた。しかもなんか
噛むことによって満腹感を得られるからみたいな、なんかそれっぽいこと書いてあったけどあんま聞かなかった。一番聞くのはやっぱもう糖質抜いてサラダだけ食べる生活だと思います。ただあの私の場合はサラダが好きだからよかったけど、サラダが嫌いな人にとっては最悪だと思うけどね。タケポンありがとう。もやしもやってました。もやしは STU に入ってお金がない時にあのもやしだけの生活してましたね。なんか STU 入ってすぐの頃は割と結構なんか順調に痩せてたんですけど、今また順調に元に戻ってきてしまったから、そう、そろそろまたダイエット始めようって思ってるんですよね。今もお金ない、お金ないけど今はママのご飯があるから。ダイエットって奥が深いですよね。なんかでもあれなんですよ、私スポーツとか頑張ってなんかジョギングとかして痩せるっていうやり方は苦手なので、なんか痩せたいときはもうご飯を抜くのが一番、自分にとっては効率的。それなんかコツコツ頑張れる人はね、コツコツ頑張った方がいいと思うけど。江藤さんありがとう、仕事頑張ってね。ケータリングが美味しいから間違いない。なんかケータリングで太る。なんかいつもケータリング美味しいからなんかいっぱい食べたいなって思っちゃって、いっぱい食べるとやっぱ太りますよね。ケータリングあるうちに食べれるだけ食べて帰ろうって思うから、ケータリングはほんと太る。もう陸上公園は痩せそうに見えてめっちゃ太るんですよ。陸上公園ってあの本当に各地の瀬戸内7県の美味しいグルメが出るんですよ。もうね、それ食べたらねめっちゃ太る。なんか特に神戸の時とかめっちゃ美味しすぎてめっちゃ太りました。食費は浮くね、間違いない。陸上公園、そう、名物おにぎり、なんかあれね、スタッフさんがあの残ったお米をきれいにあのふりかけで可愛くデコレーションして置いといてくれるんですよ、公演終わりに。それ私3個ぐらい勝手に持って帰ってね、そう、ホテルで食べてる。そう、ケータリングが美味しいかね。京平ありがとう。でもその分ね、踊るから大丈夫大丈夫。公園でめっちゃ汗かくから大丈夫大丈夫。そう、そして差し入れがねめっちゃ美味しいんですよ。神戸の時はあの藪下風さんのお姉さんから551の差し入れもいただいたりとか、あとこの間のチャリティーコンサートは福岡の時は田中幸子さんのご両親さんからあの差し入れいただいたりだとか、そう、そう、なんかね、さっきさらにねパルトさんにめっちゃ似て、なんか最近めっちゃ仲が良すぎて、パルトさんとなんかもうパルトに似てきたねってめっちゃ言われて、それでサッキーさんにね、でなんかあのダンスの振りでなんかパルトさんとこうなんかパルトさんの手を見る機会があったんですけど、振りで、そしたら手までそっくりだったの。あの本当にこうやって見た自分の手と
パルトさんの手がそっくりすぎて手までそっくりじゃんってなったっていう。メイジーさんありがとう。パルトさん、パルトさん。いけるよね。手まで似てるよって言われた。そう、最近なんか一緒にいすぎて雰囲気が似てきたらしいんですけど。ディスって、大好きなの私、パルトさんがすごい好きなんですよ。もう本当に好き。なんか一番喋りやすい。めっちゃ面白くって、もう私入った時からめっちゃ面白いなと思って、パルトさん本当にね大好きなんですよ。めっちゃ面白い本当に。もしかしたらもうそうそう、私道着着て格闘技始めてるかもしれない。翔也ありがとう。そうそう、優しくて面白いからね、パルトさんそれ好きなんですよ。言わされてるか、違うよ、違う。こうちゃんありがとう。私もこの間パルトさんとたまたま七並べ当たったの。なんかいいんですよ。ていうかなんか陸上公演の時とかにこう舞台裏を私を抱っこして抱きかかえて走り回ってました、パルトさん。もうゆらーって言って。もうめっちゃ仲いいんですよ。ゆらさんの柔道着とか燃えるわ。何でも何でもいいんじゃろ。空のところでオキちゃんが壇上上がろうとしてるらしい。めっちゃオキちゃん課金してる。めっちゃかぼちゃ投げてる空に。これは壇上狙ってますね、オキシ。あ、もう惜しいじゃん、あとちょっとじゃん。え、このさ STU48 っていうさ、この旗が上に乗ってる船のアバターなんなん、これめっちゃ可愛いんだけど。なんか最近見かけるんじゃけど、これなんなんですか。めっちゃ可愛くないこれ。三島さんって聞くと三島だよって突っ込んでくる。持ちネタか。おお、ありがとう、カズさん。どうやってもらえるの？どうやってもらうの？そう、この人が今つけて、PNKT 太郎さんが今さつけてるアバター、シュンさんとか、モンチさんとかもつけてるね、ユイさんとか、かわいいこれ。へえ。かわいいですね。すごい。すごいね。これデザインしたってことでしょ？すごいね。よし、じゃあそろそろ配信終わろうかな。気まぐれでやったんですけど。どうせまた今日またやるんで。どうせ夜もやるんで、また見に来てください。かわいいねこれ。それでは壇上読んで終わりたいと思います。みんなもお仕事頑張ってね。また夜に会いましょうね。また夜やるけん。13位ユマポン、12位ブックンさん、11位ギャラドンさん、10位アキサトウさん、9位ナラニシさん、8位リンジン、7位ゴーさん、おー、6位ショウヤ、5位がヒデポン、
そして4位が H 江藤さん、そして3位がうるさん、そして2位がトート、そして1位がチャーミーさん、ありがとうございました。ありがとう、いつもありがとう。また夜もやるので七並べもね今日やると思うから、またそういう時はメールで報告します。基本5分おきとかにやってるので、よかったらみんな七並べの方も来てね。それじゃあまた夜に会おうね、バイバーイ。あ、ランダム3人読んで終わるわ。恭平アット巨人ファンさん、仁王立ちさん、めぐみのさん、ありがとうございました。それではバイバーイ、またね。七並べも当たれたらいいね。ありがとうございました。またね、バイバーイ。ありがとう、バイバーイ。また夜ね。せーの、ありがとうございました。ブチ、バイバーイ。また夜ね。